おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは赤ラッキーナンバー6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの騎士の逆位置が出ました。不毛な争いを招く。攻めるというより挑発するという意味合いが強く、無用なトラブルを生むことも、こう焦りすぎている一面もあるようです。解決していない問題や、トラブルを暗示しています。あるいは、強引な態度で物事を進めようとして、壁にぶつかっているかもしれません。対人関係での失望や、身近な人が憂鬱の原因となっていることも、また、あなた様の行動や考えを理解してもらえないために、孤独な立場で、奮闘している場合もあるでしょう。状況的に、難しい局面に立たされるかもしれませんが、決然とした態度で、挑めばクリアできるはずです。ソードの騎士の逆位置の意味はエネルギーの浪費、集中力の欠如、先走り、猜疑心、閉塞状況、勘違い、解決しない問題、破綻、不平や不満。2枚目めくっていきます。ペンタクルの位置の正位置が出ました。力を発揮して豊かさを手に入れる。願望を叶えるための確かな力を持っています。これまで頑張ってきたことが報われそう。富や名声を得る可能性も。長い時をかけて培ってきたこと、惜しみなく力を注いできたことが大きな成果をもたらす時期、忍耐強く続けてきた取り組みの、実質的で具体的な結果として成功を手にできるでしょう。ビジネス上の幸運、財産、繁栄を意味します。実りを受け取る可能性を示唆しています。経済的な不安を抱いていた人は、才能や能力が高く評価されて、収入増のチャンスが、もたらされるかもしれません。強力なサポーターや援助者の出現や、永続的な繁栄の基礎を意味する場合もあります。ペンタクルの位置の正位置の意味は恵まれたスタート、ビジネス上の幸運、財産、繁栄、長く続けてきたことが成果を上げ始める、強力なバックボーンを得る。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。